お世話になっております錦鯉の雄大と順次です。お願いします。我々は普段から英語に基づいたエンタメの企画を配信している自称グローバル YouTuber なんですけれども、はい、チーム内に外国人3人と日本人3人というグループ構成になっております。はいはい、で多国籍なだけあって英語には自信があるんですけれども間違いないよね。はい、グループ内にはなんと英語が苦手な方が。えマジですか。えってリアクションしてるけど心当たりが。あ僕なの。あそう逆に誰だと思ったの。あなんでそう思った。逆になんでそう思ったも何も過去の動画見れば実証されてるからさ。なんだろう、僕はですね、あの英語自信あるんですよ。まずそもそも TikTok で英検3級とイギリス人っていうコンテンツをね、はいはい、まあ、あの再開しまして本気で YouTube やってるんで、まあ、あの時はね数字伸び始めたんですけど、はい、やっぱり、ね、コメント欄で言われるんです。英検3級だけどこんなに喋れないって。うん、私は英検3級だけどこんなに喋れないっていう視聴者の方がたくさんいるのね。なるほど。ということは一応今この現段階で英検3級っていうファースト内では俺が一番英語喋れるっていうゾーンにいるわけ。ああなるほどね。そうでなおかつ俺プライベートでキビンズイングリッシュ見てるからキビンさんの動画見てんの俺の一番上のお姉ちゃん見てる。なるほどね、なるほどね。カナダで見てんの一番上のお姉ちゃん。まあでもそんな英検3級のあなたに身をもって英語を覚えられるように今までとは異なる新たなチャレンジを考えてきました。ということで Just Do It Word Challenge! バーン!しゃ!何ですかこれ。この企画では英弱の想像力と実行力が試されまして一度体験していただくことによって最終的には英単語を覚えましょうということです。ああなるほどね。大体さ英語の学習って日本では普通筆記とかね授業とか、まあ、映像学習とかだけど、うん、俺たちはそこはあえて体験しちゃおうと。そういうことか。そうということでルール説明なんですけれども、はい、まず外国人側の私が、うん、まあ、英弱のチャレンジのあなたによく間違われやすい英単語をフレーズの状態で命令します、はい、で、その命令をチャレンジャーのあなたは制限時間以内に遂行しなければなりません。なるほどな、はい、はいはいはい。でこちらですねなんと報酬制度になりまして命令と同時にあなたに報酬が与えられる。本当制限時間以内にそのミッションを遂行できた場合のみ報酬を受けていきます。お年玉？はい、お年玉みたいな格好ですね。はい、もうでかい。でかい。お前英語学習にインセンティブつけんの？そういうことです。やばすぎるんだ。インセンティブ大切なんです。やばい。はい、そんな感じで僕たち普段からは英弱の英語力を上げるためのコンテンツを配信しておりますので、ぜひ他の動画も合わせて見てください。よろしくお願いします。また僕たちは将来日本国内だけではなく海外でも活躍する YouTuber になりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。お世話。お世話。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の会場なんですけれども、はい、アウトレットに来ております。はい、ここで、君に3つのチャレンジを与えていきたいと思います。準備の方大丈夫？余裕だねなんか自信ありそうだね。チャレンジを当たってやっていくにあたって追加で説明なんですけど、どうしても命令の内容が分からなかった場合はヒントをもらっても OK とします。ということで早速やっていきましょうか。わかりました。はい、ということで第1問1000円。おお、まだ早いな。 Take temperature お願いします。制限時間は7分です。え気温テンパチャー時間流れてますよ。時間流れてますよね。 Take temperature ちなみに Take temperature適温適正温度っていうことなのかな。テイクテンパーチャー、テイクテンパーチャーっしょ。気温だよね。あったかくしろだ、あったかくしろ。そうだこれかな。これが一番可愛いかな。こんにちは。もしなんかすごいあったかい服ってありますか。めちゃくちゃインナーで、インナーでなんかあったかい服ありますか。インナーであったかい服、はい、そうですね。これってあったかいですかね。テイクテンパーチャーしたいんですけど、これで。そうですね。これあったかいですよね、多分。帰ってきました。あ、先生、あの時間制限の方は来ました。あ、いやいや、ありますよ。ちょっと選んでて。あ、選んでた。はい。じゃあ、テイクテンパーチャー。ということで、はい、何をしてきましたか。あったかくしてきました。あったかくしてきた。あったかくしてきた。あったかく、あったかくって何。え、ちょ待って待って、そういうことか。あ、そう、そういうことか。お前服を買ったんだ。服を買ったんです。テイクテンパーちゃんテイクつまり取る、はい、取る、はいはい、適温状態にする。テイクテンパーちゃん、はいはい、以上です。
何これ、こんな勘違いする人いるんだ。ちょっと待って、勘違いって、お前テイク取るでしょ、取るでしょ、で取るってさ、あの漢字の何パターンあると思う、結構あるでしょ、そのうちに測るっていう取れないあるよ。 Take temperature。ね、第1問はテイクテンペチャーということで、気温を測る、まあ、向かい側のスーパーの店にあったんですけど、はい、店員さんにテイクテンパーチャーしたいんで温まるもの欲しいですって。はい、ということで、はい、2問目、はい、3000円、3000円ね、報酬3000円、これを取らないと俺も取れないから、ギブアウェイのものを探してきてください。ギブアウェイのもの、もの、ものか、ギブアウェイのもの、アウェイのな、で日本、そこ日本語しっかりして、それでは10分で頑張って探してきてください。わかりました、よーい、スタート。まあまあまあ、それではOK guys listen、 ギブアウェイなもの、違います、ギブアウェイ、受け取って手放す、ギブアウェイ、なんだろうな、ギブアウェイ、あー、なんか一回きりとかってそういうことなんですかね。テイクケア、ギブアウェイのもの、これギブアウェイっぽくない、このリュックサック、このリュックギブアウェイじゃないか、なんだろうな、この場所しかないで、はい、この、いや、そうっすね、まあ、まあ、あの、こういう場所でしょ、Rubbish bin。 違うな、あの感じは違いますね、うん、それは違うっすね、この花びら一枚一枚がギブアウェイなんじゃないかって思う。ごめんなさい、はい、なんかギブアウェイって、はい、手放すんですよね、あの、え、ヒントいいんですか、ギブ、与える、はい、アウェイ、手放す、手放す、近い意味で言うと譲渡になります、プレゼント、プレゼントになるんです。残り1分50秒です、どうぞ。プレゼントか、渡したいもの的なね、ちょっと決めちゃっていいですか、じゃあ、はい、行ってくるわ、これ答えていいですか、うん、ありがとうございます、答えはいきます、ペットショップペット、命命、答えを教えてください、お願いします、答えを教えます、じゃあ、ギブアウェイってさっき言った譲渡するっていう意味でよく使われるんですけど、ここで譲渡されているものは何ですか、譲渡されているもの、はい、ということでギブアウェイ探してきてくださいは、訳しますと無料配布しているものを探してきてくださいでしょう。つまり無料で配られているものは何でも OK です。例えば、無料配布の地図、店の目の前にあるアルコール、すべて無料ですよね。あのさ、このアウトレットの中走り回ってるお前すごい面白いから、俺さっきとケット話してたけど、お前ゴキブリと動き変わんないから、ね、ゴキブリだからね、友達までゴキブリ次行くか、次行かして、次行きましょうか、次最後でしょ、はい、次最後です、次の方が難しいと思うんですけれども、それはそうだ、はい、それはそうだ、そんなもんね、今までで一個も正解しないのにもっと難しくなんだ、まずいよね、普通に欲しいものをマークダウンしてみてください、マークダウン、マークダウン、マークダウン、スペルまで分かったね、これで OK、マークダウン、マークダウン、5000円です、おい、制限時間は15分にします、まあ、要は因数分解していきましょう、はい、英語っていうのは因数分解なんで、マーク&ダウンということは、はい、まずマーク、印をつけるっていうことなんです、はい、ダウンっていうのは結局ライクダウンとかあるじゃないですか、書き示すってことなんですよ、はい、要は印をつけろっていう、イメージ的には印をつけろっていうことなんですよ。
マークダウン。はい。してきました。あ、今してきたんですか。はい、してきました。あのティファールのフライパン、ポテトドライフライパン、はい、今取って外してきて、はい、まあ、確実にティファール内の爪痕残した。あ、不正解です。はい、そうなんですよ。今のは何なんですかね。良くないです。今のは良くないですよ。正直時間無駄にしましたね。はい、検証だけさせて。はい、もう手当たり次第やるから。はい、カメラ貸して。はい、ダウン。マークダウンではない。ではないです。はい、すいません。ではないです。ビームズでマークダウンですか。いいですね。はい、あ、まさか〇〇いいですか。今ちょっと順番のご案内なので、このフラをお持ちします。ありがとうございます。お借りなさいませ。ただいま。時間制限があるので、やっていきましょう。来ました。あなたはじゃあ今、ビームズの中で、はい、何をしてきたんですか。これいいですか。はい、私はビームズに行って、試着してきました。え、違うの？ Try on だね。そうだ、Try on だ。ということで、マークダウン、あの先ほど言ったんですけど、これね、直訳しちゃいけないと。そう、違訳するんですよ。マークダウン、割引？正解でございます。値引きです。何それ。いやいや無理だよそれは。分からん。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ3問中全問不正解ということで、はい、感想の方いかがですか。はい、まあ英語学習に入りたいなと思います。これ小さいよ。はい、あ、すいません。はい、やる気ある。やる気あります。大丈夫です。やる気ある。出てないよ声が。もう一回ちょっと振り返りさせてもらっていいですか。うん、1つ目テイクテンパーチャーは温度測る。店に入るときに Take your temperature って言われたら、はい、ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。で2問目が give away。 これはまあ配布する、譲渡する。そうです。例えば the store is giving away the tissue。 ティッシュを無料配布してます。こんな感じで使います。で最後のマークダウンが丸ゆきさん。これが一番難しかったよね。難しかった。一番難しかったやつをケイタが正解したのがね、すごいよね。画面がいいよね。画面がいいね。にちゃんにちゃしてるもんね。喜んで言う。クソだ。そんな一方でお前マークしゃがませてるだけだからな。マークしゃがませてティファールで爪痕残しちゃう。あとマークをあのギャップの中に入れてそれで OK と。そんな僕たちあれですからね、一応国際系の学部に所属してるんで。あ、そうだよね。英語結構必要とされる学部に一応所属しているから。来年からまた大学始まっちゃうんで。そうですね。ちょっと怖い。ゼミの先生が怖い。叱られると思います。非常に怖いです。干されるんじゃない、はい、お前のその英語力じゃ。そんな感じで僕たち普段グローバルな企画を行っているグローバル YouTuber です。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、拡散、イエーオフコースラインなどよろしくお願いします。お世話。お世話。